メリヤス編みの3段目は表目で編みます。糸は左手の編み棒の後ろ側に、最初の目に編み棒を入れます。左手の糸をかけます。ここから引き出してください。これで一目編めました。同じようにもう一度やってみましょう。